こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は少し前に出した2つの聴き比べ、ライブをやってる時の1回目と2回目を聴き比べてもらったやつなんですが、1回目でですね、まあ、プリスカが、サマータイムやるよって言って、まあ、よくやる曲なので、パッとこう言われた時に、じゃあどうやってやろうかみたいな、そういうところで僕たちが何を考えてるかみたいなお話をしたいと思うんですが、曲の構成はですね、あの曲は A8 小節、B8 小節が通常です。で、プリスカのアレンジの場合は、ラテンなので、最初ラテンでバンプという繰り返しがあります。なので、演奏中に VAC、VAC っていうのを行ったり来たりしてたと思うんですけど、このバンプっていうのはメロディが決まってないリズム&コードの繰り返し、チャッ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 ってやってるところなんですが、そこをずっと繰り返してて、歌が合図があったら A に入るという形で、このバンプっていうのは小節数が決まってないんですね。で、バンプの定義っていうのは前にもお話ししたかもしれませんが、イズントシーラブリーなんか、まさにそうなんですけど、そのリズムとコードがこう、チャーンチャーンチャ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 ってやってる間に、その間にメロディが設定されてないので、まあリズムだけで空間を作ってもいいし、あと誰かがアドリブしても構わないってことなんですね。今回このバンプの上で、適当なところで合図があるとみんながおえこもばっていうこうサンタナの曲の一部分を歌ってるわけなんですね。で、これをやって、で、これはおえこもばを何回やるかっていうのもなんとなくもあんま決まってなくて、まあ、とりあえず2回歌ったら合図が来るだろうな、A 行って B 行って、で、そしたら、プリスカが、まあ、よくやるのは最後の2小節カットしてこのバンプに入るおえこもばって言ってやるとかっこいいよねっていう話をなんとなく何回もやってるうちにできてきたって感じで、譜面とかは僕ら渡されてないんですね。で、バンプ AB、バンプ AB。この曲はサマータイマー、歌が2番まであるので、まあ、最初は2回やることが多いんですね。バンプ挟んで AB やって、バンプ挟んで AB やったら、そしたらアドリブ。アドリブは A と B を繰り返す場合も、が普通なんですけど、今回はバンプを入れるのか、A、B やって2小節かとしてバンプを入れてそれをアドリブにするのかっていうのの行き違いが起こってます。だからベースが、アドリブやってる時とかピアノがアドリブやってる時にベースがあってどっちっていう感じになって合図をして一瞬で戻してるんですね。なんかそんな感じを楽しんでいただけ。最後エンディングもバンプなんですけど、エンディングもここら辺に来た時に、まあ、後から聞いた話だけど、ベースの人に、プリスカが、コーダーって言ったらしいんですね。コーダーっていうのは、終わりのところを譜面で書いてあるときに、コーダーに飛んでっていう話なんですけど、譜面もらってないし、ってみんな思ったらしいんですね。僕は知らないし、まあ、どうせいつも、バイブ繰り返しでしょ、みたいな感じだったから、そのまま何気なくやってますが、こんな感じですね。で、あと、途中でブレイクしたりとかするところも、僕が勝手にここ止まったらかっこいいかなと思って、止まったら、みんなが、おわーってこう、グラグラグラってなるって、みんなが、どうしようって感じになっているところも、まあ一みんなの心の声をちょっと書いたりしましたので、その辺もお楽しみください。それでは聞いてください。プリスカバンドで、サマータイムです。
今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。